釈迦如来とは、歴史的に実在した仏だであり、仏教の階祖である釈迦を尊ぶ呼び名である。おくるみ、釈迦無に如来、釈迦無に世尊に同じ。神部仏教では、理仏ではない、歴史上に実在した、釈迦、生身如来を指す。大乗仏教では、三、未説に説くように、理仏である星身仏が、現世の人々の前に現れて、教えを説いた姿、王人仏、 あるいは法人物であるとされている。釈迦如来を表す梵字釈迦如来は、インド以来、広く仏教のルフした地域で造造されるようになった。その中心は、実在の釈迦の伝記としての仏伝を得と気風に造形化したもの、あるいはその一場面を単独で造造したものなどであった。日本では、誕生像、苦行像、鉱魔像、説法像、 涅槃像などとして造像,像が行われた。中でも、説法像が一番一般的な造形であり、説法院などによって、釈迦が宝徳姿を表現している。作例としては、奈良の法隆寺近藤、京都の蚊二万寺の銅像、奈良の室寺、近藤、京都の大宝音寺の木像などが著名となっている。また、京都清涼寺の随像を模した、清涼寺式、釈迦如来も、 後半にいるしている形式である。釈迦三尊として祭壇に置かれる場合が多く、脇地は文殊菩薩と普賢菩薩が多い。北ッ宗州、日蓮州では、ミ保尊の形式が取られることが多い。これは、中心が大木の書かれた多方塔で両脇に、釈迦如来と多方如来が祭祀者から見て、左右に並び、その下に僧としての日蓮像がある。日本では、 対、あるいは、スリランカ政府より公式贈呈された遺骨が、戦争時、道成り時、格王山飛隊寺、社会山大菩提寺に祀られている。ありがとうございます。